年棚に祭る神柳田国夫年棚に祭る神いわゆる三ヶ日の本当の正月に対して十五日を小正月と呼ぶ地方は多いあるいは一方の年越しを大年と言い小正月を特に若年という場所もあるそうして若木若餅のごとく 和歌の名のつく行事が帰って多くはこの方に伴うのである。また、五正月にも三が日、五が日を数える例がある。十四日から二十日の骨正月までを締めのうちとした痕跡もある。十六日などはことに大切な日であった。だから、現在の松のうちを、 後に定まったものでないかと思うのである。盆と正月と一年を二期に分けながら、片方は六ヶ月半、他は五ヶ月半で節気の来るのも変ではあるまいか。そのくせ盆と正月には今でも一対の儀式がいろいろある。盆礼と称して袴を履いて改礼するのは。 必ずしも仏様を拝みに来るのでなかった。踊りとか綱引きとかは現在は遊戯だが、それでもまだ方式が守られている。それが盆に行う土地と正月の十五日にするものとが入り混じっているのである。春と秋との最初の満月ということがおそらくはこの共通を見る理由だろうと思う。そういう中にも、 ことによく似ているのは、盆の少量棚と正月の年紙棚との飾り方で、家の者がこれに使える手続きから、特定の植物を取ってきて結びつける点まで一致している。もちろん現在は、一方を福の神の御座のごとく、他をご先祖の陰気な霊を迎える者に介してはいるが、これは、 秋の祭りだけを僧侶に指導させた結果であって、盆という語が採用せられてから変わったのである。盆は仏教に説くところでは寺に供物を送ることだ。故に、もし盆の儀式がこの名前とともに始まったとすれば、手本があるわけだが、実は日本の自己流である。何か必ず隠れたる理由があることと思うのは、 盆でも正月でも、その臨時の棚の一偶に、御霊様への供物として、別に三角に結んだ十二の飯をあげることである。御霊は、精霊のことでなければならぬのだが、盆の方ではすでに主品を家の仏様としているから、これをガキだの、三害万霊だのと名付けて、 招かざるご商売の触覚のごとくいう地方が多い。それでは、年神棚の御霊の方が一段と説明がつかなくなる。そこで、全体一年に二度ずつ、昔から家々を訪ねてきた神様は、誰かという問題が起こってくる。福の神かと思うと、恵比寿大国の祭りは別にする。年徳人と名付けて弁天様のごとき、 美しい女神を想像するものもあるが古風な東北の田舎などで正月様と称して迎えたのは高砂の能に出るような老難と老女で佐義町の煙に乗って帰ってゆく姿が見えるなどとも言った暮れの寒い風がぼうぼうと吹く頃に正月様どこまでなんとか山の下までなどと待ちかねて 子供たちが歌っていたのは、やはり、家々の元祖の心霊であって、それが、無数の御霊様を引率して、著しい季節の変わり目には、我々の家庭に、新たなる勢力を運び込むものと、昔の人たちは考えていたらしいのである。年男。だから、春を迎えるという家々の準備には、 一通りならぬ謹慎があった。衣服も食物も共に皆晴れのものを用い、言語挙動までも正常をもっぱらとしたのは決して縁起という類の幼稚なる論理からでない。採取は当然に家長の役であったが、家にも一国と同じく再生分離の必要があって、有料なる若者の中から、 年男が選定せられることになった。年男の権限は土地によって公共がある。それを比較してみると、新年の事務の何であったかがわかる。東京などでは豆をまくのが年男のように思っており、かい家風の家でも新しい手おっに若水を汲むまでを年男の役にしているだけだが、信州、越後、その他の村では、 なかなか容易でない骨折りである。締めのうちを通じて、または少なくとも改まった食事だけは女に調理させぬところがある。七草や十五日の小豆粥だけは男がこしらえるに定まっている家もある。それを神々と松飾りに備えるのは言うまでもなく年男の任務で、そのためにたびたび水を使って この寒いのに身を清めなければならぬ。それから十五日を中心としたいろいろの儀式。例えば、くるみ焼きの年占いでも、昼の口焼き、蚊の口焼き、鳥酔いむぐらうち、なるかならぬかなろうと申します。に至るまで、何人が行うも随意というものは一つもなかった。 ただ、その方式が、いかにも真面目すぎるゆえ、新しい青年は次第に、これを嫌がり、いつとなく、年少の者に役目を譲るようになって、そうすると、遊びの気持ちが多くなり、最初の周囲が隠れたのである。豆まきのごときも、おいおいに変化はしたが、二人連れで行う風が、まだ、方々に残っている。その一人は、ぜひとも女であって、 尺子を持って、ごもっともごもっともと、生やしながら後からついてゆくところもある。十五日のかゆくわせなども、一人が果樹の後ろの方に立っていて、なろうと申しますという例もあれば、なりますなりますと、木に代わって答えるのもある。これらはいずれも、かつて年男の助手として、漫才で言うならば、才像、あるいはまた、 年女とも名づくべきものの必要な時代があったことを思わしめるものであるまいか。お松迎え。年男の任務の特に重要なるものの一つは山に入って松の木を切ってくることである。その松は我々の言う門松にも立てるのだがこれを選定するのに方角その他の条件があるのみならず普通には これをお松様と言って建てぬ前に約一中や清い場所に安置して幹などを備える門松を一種門前の装飾のごとく考えるに至ったのは変化である地方の家々では一人門前に限らず名や馬屋の入り口と台所ことに年上の棚に結びつけるのを大切とし時としては 年棚を作らずして木を立ててそれを祭壇とする地方もある略式でないものは必ず神木の三階松でこれにも設ちの食物は必ず備えるのを見るとお松様を迎えると言ったのには意味があったすなわち本来は正月の神様が木によって代表せられこれを目に見えぬ 例の宿りと考えたものらしいのである。そうすると、盆の玉棚に必ず帰境、御苗しなどを立てること、これを盆花と称して、定まった日に野に出て取ってくる習わしがあるのも、同じく、また、この日の神を迎え申す方式であったと見られる。門松を門神中と呼んでいる土地もある。また 門松と言いつつ、松でない木を立てる例も多い。それから、必ずしもその数は二木でなく、また偶数とも限っていない。だから、芋瀬の門松と言い、緑の常盤にあやかるなどというのも、ありようは都近くの鹿、空想家であって、残るところは春の神を歓迎する祭りが、必ず狂禁して、 山の木を切ってくることであったというのみである。小正月の三日ほど前には、若木迎えと称して、いま一度山から特に切ってくる地方もある。この場合には、通例はつではない。というわけは、この木には餅をつけて飾り立てねばならなかったからである。柳とかえの木とか、いろいろの活用樹がこのためには用いられた。 その様式にも、だんだんの移動があって、詳しく比較をすると、新たにいろいろのことが考えられるのだが、ただいまは、まだ材料が揃わぬ。要するに、金のなる木、などの空想のもとで、米雑穀は無論のこと、眉でも、綿でも、これくらい取れるようにと、春の初めに神様と相談して、一通りの計画を立てておくのだから。 その木もまた尋常のものとして取り扱われていなかったのは当然である。